矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。こんばんは、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さて、街は先月のバレンタインに続いてホワイトデーの装いですが、ラジオを聞きいただいております男性の皆様、ホワイトデーのご準備されてらっしゃるんでしょうか。一時のね、あの猛烈商戦は収まったものの、まだまだホワイトデーの女性の期待は続いていると思います。で、矢田部さんはホワイトデーに向けて何かご準備とか、お嬢様とかね、奥様とかに何か贈られたりとかはされたりするんですか。はい、そうですね、私の家族ですね、妻と娘2人なので、3人も女性がいるとですね、これはもうホワイトデーを忘れたなんてことはもう許されないということがありますので、もうしっかりね、準備して、何をあげたら喜ぶかななんてことをですね、常に日頃考えております。なるほど。何かそのマーケティングの観点から、このホワイトデーっていうのはどういうふうにご覧になられますか。ホワイトデーもですね、こちらもバレンタインデーと似たように、マーケティングとしては素晴らしい、仕組みだったのかなと実は思っておりまして、贈り物に対してですね、お返しをする、これはとても日本人の文化にいいですよね、合っておりまして、そういう意味で、ホワイトデーっていうのは定着してきたのかなと思います。で、もともとですね、マシュマロを公開しするというところから始まり、それがクッキーとかね、いろんなこう、お返し、相手が喜ぶようなお返しということが増えてきたんですけど、なかなかですね、バレンタインデーイコールチョコレートというような、一つのこう決まった商品が立たなかったんですね。決まった商品ができてこなかった、で、そういう意味ではですね、メディアも、取り上げにくくなってきたといいますか、だんだんこうメディアの取り上げも少なくなってきて、最近のホワイトデーは、どちらかというと減少傾向に、縮小傾向に向かっていると。そうなんですね。ただそんな中でですね、ホワイトデーのマーケティングもやはり進化どんどんしてまして、それならですね、商品ものをお返しするお返しするだけじゃなくてもいいんじゃないかと、例えばですね、一緒にいる体験とか、バレンタインデーで生まれたカップルで、受けられるサービスとかですね、いいですね、一緒にいる時間を過ごすようなプレゼント、そういったところにホワイトデーのマーケティングは動いていってるというような状況にあります。またね、ホワイトデーもどんどん変わってきてるんですね。そうなんですよね。面白いな。なのでこれからね、また盛り上がってくることを考えると、ホワイトデーも期待できますね。そうですね、皆さんでこう楽しんでいただきたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、オープニングトークに戻りまして、この番組はマーケティングの観点から、ファン、つまり楽しいことをトレード、交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。ではまずはこのファントレタイム、メインパーソナリティ矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後ファントレ株式会社を創立。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発。動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられ、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そして私、佐々木千秋は今年の秋公開予定の映画ラストソングはで主演をさせていただきましたほか、お芝居のお仕事はじめ、ここ市川うらら FM で愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。こんな2人で進めてまいりますが、今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたり、ムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。さて、今回ご紹介いただけるのはどういったものなんでしょうか。今回はですね、シェアリングエコノミーというですね、新しい流れ、シェアリングエコノミー、こちら名前聞いたことありますでしょうか。ちょっとメジャーなもので言うと、シェアハウスとかね、あの車とかをみんなで共有しようよみたいなね、イメージなんですけれども、あ
ありがとうございます。まさにですね、はい、シェアリングは共有ですね。でエコノミー経済、はい、共有経済などという呼び方もするんですが、先ほど佐々木さんも言っていただいたように、はい、物サービス場所などを多くの人と共有してで交換して利用する社会的な仕組みのことをシェアリングエコノミーと、はいはい、呼びます、はいはい、これが、まあ、あの一番ね、まあ流行ってきたきっかけはですね、自動車の共有、カーシェアリングというサービスですね、はい、このカーシェアリングというサービス、はい、前からですね、あるんですが、はい、今どん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 こう人気が出てきていて、車両台数がですね、はい、毎年 15% 以上を伸びていると言われています。すごいですね。はい、車両が増えているということはもちろん利用者数もですね、どん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 毎年増えているんですが、はい、まあ、最初の方はですねやっぱりこう車を人と共有する、ちょっと馴染みのないものだったのが、今ではですね普通に、カーシェアリングを、まあ、利用するような時代になってきました。はい、はい、他にもですね、例えば個人所有の住居や空き部屋を他人に貸し出す、はい、はい、Airbnb というサービスがあるんですね。はい、はい、このようなね、Airbnb を代表とするような民泊サービスも増えてきまして、やっぱりですねこちらも自分の家とか、はい、部屋をですね人に貸し出すなんて今まではありえなかったのがですね、どん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 もう、まあ、この市場も伸びてきていると。さらにはですね、はい、家事代行マッチングのタスカジというものがありまして、タスカジ、はい、はい、これはですね子育てが一段落した主婦の方とかがですね、まあ、子育てが終わって時間が空いたから、今度逆にですね忙しく子育て中で忙しくて仕事との両立が大変なお母さんを助ける自分の時間をシェアリングする、へえ面白い、はい、まあ、そういう観点から、はい、生まれたのがこの家事代行マッチングサービス、タスカジというものです。こんな感じでですね、はい、シェアリングできるものって世の中にたくさんありまして、はいはい、使っていないものとか、まあ、余っているものですよね、これが新しい価値になる、あ、なるほど、ということでですねとても社会的にも素晴らしい、流れなのかなと思います。そうですよね、民泊なんて最近よく聞くんですけれども、はい、やっぱりこうね、せっかくあるものなんだからそれをね、こう再利用するというのはすごくいいなって私は個人的にもすごく思っていたので、はい、こんなね車だけじゃなくってね家事のその時間も含めて、こうみんなでこう共有していくっていうの、素晴らしいですよね。素晴らしいですよね。やっぱり日本人のですねものを大切にする文化とか、はい、もったいないの精神ですね、やっぱりね長く大切にしていこうというこういった精神にも合っているところもありまして、はい、この市場はどん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 これからも伸びていくだろうと。そうなんですか、はい、で皆さんもですねぜひ、はい、まだまだシェアリングできるものはたくさんあると言われておりまして、身の回りでこれもったいないなとか、これ余ってるんだけどなっていうものがありましたらですね、はい、ぜひこうシェアリングエコノミーに使えないかなという観点でですね、物事を考えてみていただけるといいのかなと思います。そうですね、こうなかなかね捨てちゃうっていうのはやっぱりもったいないっていうのが正直あると思いますし、なかなかこう捨てにくいとかね、ありますよね、ありますよね、愛着もありますし、だったらこうねみんなに使ってもらうっていうその気持ちすごくいいかなって思いますよね。はい、はい、ぜひぜひこれからのシェアエコノミー、シェアリングエコノミー、はい、私も楽しみにしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。このコーナー冒頭でもお伝えいたしました通り、ここでクローズアップしていただいたものが今後トレンドになっていけばまさに準備室だと思っております。以上トレンド準備室のコーナーでした。おかし懐かし流行通信のコーナー、続いてのコーナーはおかし懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチオンコ知識のコーナーです。今回は1998年平成10年の主だった出来事からご紹介をさせていただきます。はい、はい、まずですね、日本の郵便番号ね、3桁5桁のものだったものが3桁プラス4桁の合計7桁に変更される、うん、うん、
ですね、ありましたよね、うん、あとは長野オリンピックの開催、あと橋本内閣が総辞職、小渕内閣の発足です。で夏の高校野球では、甲子園決勝で横浜高校の投手松坂大輔投手がノーヒットノーランを達成し春夏連続優勝に導きました。そして、横浜ベイスターズが38年ぶりにリーグ優勝日本一に輝きました。で FIFA ワールドカップフランス大会の開催 Windows98 の発売もこの年だそうです。はい、続いてはですね1998年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います。はい、はい、まあ1998年ということで、うん、まあ、2000年を目の前にしていろいろなことがね、はい、こう変わっていったのかなというところなんですけれども、ね、うん、はい、まず1998年、まあ、横浜がすごくこう、まあ、ベイスターズが優勝したっていうのと、はい、あと横浜高校が優勝したっていうところ、うんうんうん、あとベイサイドマリーナっていうあのアウトレットモールができたということで横浜がすごくこう活気づいていた、なるほどですね、はい、時代があったみたいですね、はい、100円ショップとか100円ショップですね、はい、やっぱりこの時衝撃でしたよね、うん、これもこれもこれも100円か100円みたいな、はい、結構な衝撃でしたよね。これは私のこう、まあ、町にはね100円ショップなくて、はい、はい、もうちょっと都会に出た時に100円ショップ見つけるとですね、うんうん、すごい嬉しくて、はい、ついつい買っちゃうんですよ、ね、うん、わかりますここまで必要だったかなって後から思うんですけどそうそうそう、ついついカゴに入れてしまうという、そうなんですよ、素晴らしいね、100円で買えちゃうってなっちゃうとね、あじゃあって買っちゃいますもんね、買っちゃいますね、今ではね当たり前になってますけれども、ね、この当時は結構衝撃でしたよね、衝撃でしたね、うん、あとは映画タイタニック流行りましたね、はい、流行りましたね、流行りましたね、これは真似事をされましたか、ね、なんかちょっとね、はい、ちょうどあのシーン蝶々的なシーンですね、後ろからこうね、はい、捕まえてやる、あれはすごいどこでもやってますねやってましたかどこでもやってましたよね、うん、そうですね、タイタニック、結構あの洋画を私その当時映画館に 見に行くっていうのはタイタニックがもしかしたら初めてかもしれないですね。そうですね、そういう方も多いかもしれませんね、うん、それくらいなんか本当にタイタニックが流行でしたよね、いろんな流行しましたね、そうですね、うん、あとは、バイオ、バイオノート505、はい、はい、これそうですね、なんとなくねバイオって言ったらまあもちろん知ってるんですけど、この頃、新しく出てとても人気だと、ね、あ、そうなんですね、見ますよね、うん、あとはまあ iMac とかね、はい、はい、そうですね、そうですね、あとは、まあ、飲み物食べ物系で言いますと桃の天然水、はい、というあのドリンク、ね、はい、はい、ございましたよね、 CM でね、はい、ヒューヒューって言ってね、そうです、あの歌手の香原朋美さんが CM に出演されて、すごいよくねこの子のこと覚えてますよね、はい、そうですね、可愛かっただなっていう印象で、やっぱりこう、あ、桃の天然水飲んだらちょっと可愛くなれるかもみたいな、なるほど、印象でやっぱり買ってたところは正直ありますよ。またね、うん、あの水って書いてある、天然水って書いてあるからね、うん、なんかこう、まあ、体にもね、そうですね、いいんではないかということでごくごく飲んでましたね、そうですよね、美味しかったですし、懐かしいな、はい、あとまあ私女性なので美白化粧品、まあ、この当時まだ中学生ぐらいなんでそこまで興味はなかったですけど、このあたり大体鈴木園子さんがこう美白というのを言い出したというところで、はいはいはい、まあ、世の女性たち美白ブームが巻き起こったようですよ。なるほど、ここからですね、うん、懐かしいな、うん、はい、あとはあの音楽、矢田部さんお好きなので、はい、うん、ビーズ、あ、ビーズさんのね、はい、アルバムベスト版の、はい、プレジャートレジャーですね、はい、そうです、あ、これはすごかったですね、衝撃でしたね、あ、やっぱそうなんだ、やっぱりこうあれだけ名曲を出しているビーズさんがですね、こうベスト版を出したということで、はい、プレジャートレジャーどっちが好きみたいなことを、あ、そうだったんですね、はい、結構あの話した覚えがありますね、へえ、そうなんですね、まあ、結局どっちもいいよねっていう話になるんですけどあの本当にあの素晴らしい曲ばっかり出してるんだなっていう印象ですね、まあ、この、ね、この年間アルバムチャートで1位2位を総なめにしたというアルバム、さすがベスト版ですね、ですよね、なるほど、ね、歴史に残る、歴史に残るですね、ベスト版ですね、はい、うん、は
あとはまあゲーム、どうでしょう、中学生ぐらいだとゲームとかされてたりとかするのかな。電車で行こうというゲームあったんですけど、はいはいはい、流行ってましたねこれもねやったことありますか。いやちょうどだんだんこう部活とかでね忙しくなる時にこのゲームを卒業した頃ですね、ちょうどね、うん、電車の方はね流行ってましたね、はい、あとは海ほたる、あの東京湾の、ね、アクアラインの名所なんですけど、はいはい、僕も栃木県でね、関東の一員ということで、うん、やっぱり海ほたる、はい、アクアラインがですね、アクアラインの海ほたるができた時は衝撃的でしたね、はい、あそうですか、はい、栃木県からだとちょっと遠いんですけど、やっぱりそれを目当てに行こうかなっていう。へで行ってみるとですね、はい、ものすごく混んでるんですよ。そんなにものすごく混んでるんですね。へ今でも、やっぱりねあの時間的には混んだりすると思うんですけど、そうですね、ものすごく混んでまして、あそうなんだ、いやちょっと衝撃でしたね海ほたる。あ海ほたる私も大人になってからちょっと行ったんですけど、はい、はすごいなって思いましたよ。夜とかねとてもこう、はい、まあ綺麗ですよね、うん、本当に海を一望できて、まあね、本当にいろんな今に通ずるものがたくさん出てきた時代ですね。時代ですね、はい、あとは音楽がすごく、はい、盛んだったというか、本当に、ね、音楽番組もたくさんやっていた時代だと思うんですけど、はい、まあ、曲としては、まあトップ10ご紹介すると1位グレー誘惑、はい、2位スマップ夜空の向こう、これそうですね、はい、はい、3位スピードでマイグラジュエーション、で4位がブラックビスケッツ、うん、タイミン グ, タイミング、うん、5位がグレーソウルラブ、うん、で6位がキロロ長い間で 7位がラルカンシェルでハニーで8位がキンキキッズ愛されるより愛したい、9位がエブリリトルスイングでタイムゴーズバイ、10位がキンキキッズで全部抱きしめてということで、これはもう全てがもう歌えますよね、 ね、ものすごく売れたんだろうなと思うぐらい記憶にありますし、本当ですよ、 今でもねあの、カラオケで歌ったりしますよね、歌いますね、え、はい、ここらの曲ねえ懐かしいですけど今聴いてもまだね、まだねあの頃に戻れるっていう、はい、音楽がねとてもたくさん、そうですね、うん、流れていた時代だなというふうに感じました、はい、ということでね、あの頃にちょっと戻ったところで、はい、以上おかし懐かし流行通信のコーナーでした。改めましてこの番組ファントレタイム担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種、このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです。今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、本日はですね、はい、トレーニングジムの、はい、SEO 対策をしたという、こう事例をちょっとお話ししたいと思います。トレーニングジムの SEO 対策、はい、はい、SEO 対策以前も一度お話したことがあるんですが、はい、サーチエンジンオプティマイゼーションの頭文字を取って、はい、SEO 対策と言います。サーチつまり検索ですね、はい、エンジンですねオプティマイゼーションというのを最適化と、はいはい、言います。つまり検索エンジンの最適化をして、はい、なるべく検索で上位に表示されるようにしようというものが SEO 対策と言います、はいはい、今回のトレーニングジムさんの事例についてはですね、はい、これは広島のトレーニングジムさんだったんですね。広島、はいはい、そうするとですね、パーソナルトレーニング広島という検索でですね、はい、上位に上がることによってつまりパーソナルトレーニング広島でパーソナルトレーニングを探している人の目の前に、うん、表示されることになるんですね、はいはい、なのでパーソナルトレーニング広島という検索で上位に行くかどうかは、はい、もう本当に売り上げを左右するとてもこう大切な問題だったんですね、はいはい、そのパーソナルトレーニング広島の検索で以前は1ページ以内に入っていたと、はい、でお客さんも来ていたと、はい、だけど最近はもう20位近くまで2ページぐらい2ページの最後の方まで落ちてしまって、その結果お客様がこう来なくなってしまったんですと、というご相談で、いらっしゃいました。そんなに変わるもんなんですか。はい、SEO 対策についてはですね、はい、次回のマーケティングラジオ講座でもお話をしようと思ってるんですけど、はい、はい、
順位がそのぐらい違うだけで、ものすごくですね、やっぱりこうアクセス、サイトに来てくれる人、クリックしてくれる人がですね変わっていくんですね。はい、はい、でこれそれではまあ、パーソナルトレーニング広島という検索で上位に、はい、していこうということで始まったのが、まずサイトを、はい、ホームページをですね、リニューアルしてもっと分かりやすくしましょうと、はい、そして、動画で、視覚的にもですね、はい、見やすくしていきましょうということと、あと、コラム記事、記事をですね、追加していってお役立ち情報をどんどん発信していきましょう。はい、はい、あと SNS、 ソーシャルメディアを使ってですね、いろんな方がサイトに訪れてくれるように日々発信をしていきましょう。ああ、ということでですね、はい、あらゆる方面からこの SEO 対策を仕掛けていきまして、はい、結果的にですね、どん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 こう順位が上がっていって順調に、はいはい、1ページ目までいったんですね。はい、はい、よかったよかったと、ね、いう話を、このまま行こうという話をしているとですね、していたんですけど、はい、やっぱりこれが難しいところで、はい、やっぱり検索エンジンっていうのはロボットですし、はい、なかなかこう一筋縄では上がっていかないんですね。そうなんですね、はい、急に40位とか、はい、一時期は100位まで下がってしまったんですね。そんなに差が出ちゃう。はい、そうなんです。これはですね、まあ、いろんな理由が、まあ、その時たまたまこう検索エンジンが、はい、まあ、ちょっとこう、まあ、そういう、システム的なバグといいますか、はい、いうふうに落としてしまうこともありますし、もしくは書いてある内容が、はい、まあ、良くないという判断をされた場合もありますし、ロボット判断ですもんね。ロボット判断なんですね。でこればっかりはですね、検索エンジンさん、 Google さんの、まあ、見解しかないので、はい、どうしようもコントロールできないもんなんですね。はい、そこで一回ですね、はい、やっぱりお客さんも含めてちょっとね、諦めかけたんですね。もうこんなに頑張ったのに、もうそうですよね、頑張ったのに、はい、この時にですね、はい、やっぱりこうもう一回諦めないで、このね、発信は無駄にならないからと、続けていきましょうということで、はい、やっぱりコラム記事、お役立ちのコラムの記事の配信もしっかりやりましたし、はい、ソーシャルメディア、SNS での配信もやり続けたんですね。はい、そしたらですね、だんだんとこう回復していって、で2ページ目に行って、で1ページ目に入って、はい、で、まあ、またいろんなことをですね、あの手この手をやっていって、結果的に今、SEO 対策、パーソナルトレーニング広島の検索で2位まで、すごい、はい、もう1位目前ということでですね、はい、なりました。でその結果やっぱりみるみるアクセスも上がっていって、新規のお客さんもどんどん入るような仕組みになっていくと。なるほど。はい、努力って大事なんですね。そうなんです、まさにですね、努力は裏切らないということで、まあ、地道にね、泥臭いように見えますけど、コツ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 やり続けていくことがですね、やっぱり一番の近道になるんだと。なるほどね。はい、いやでもすごいですね、やっぱりこう、ね、どうしてもこううまくいかなかったら全て間違ってたんじゃないだろうかなんてね、思っちゃったりすると思うんですけれども、やっぱもうこうすぐに答えが出るものでもないんですよね、きっとね。そうなんですよね。まあ、こうやってね、はい、コツコツやっていくのはすごいインターネット上のマーケティングでも重要かなと思います。ありがとうございます。とってもね、貴重なお話というか、私自身にも置き換えられるなと思いながら聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。ベタベさん、今回はいかがでしたか。はい、今回もですね、すごい楽しく喋れたかなと思います。すごく勉強になりました。ありがとうございます。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。